はい、皆さんこんにちは、ペソでございます。ドラクエ3の54回目ですね、やっていきたいと思います。ではね、ちょっとメタル狩りもいいんですけどね。あーって言ってたら出ちゃったね。はい、ここはちょっとね、コラコラもせずに行っちゃいましょう。お願いします。1ポイントが微妙。はい、お願いします。おー、2ターン残ったよ。あー、仕留めない。お願いします。おー、行った。危ない。メラゾーマ覚えるのはね、結構重要ですね。やっぱり1体に3桁ね、まあこう当てられる呪文ってなかなか、これね、80、150強を与えられるのはやっぱ大きいですよね。ここはちょっとベギラゴにときましょうか。かわされたね、一体。あー、これはちょっと恐ろしいな。はい、攻撃の方が早かったね。自分にね、ああ、橋の上でエンカウントした。1体、2体、3、3体ぐらい残すか。おう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 おおおおお。3体はやばいね。めんどくさがり屋の私でも使わずあれば言えないですね。呪文はええか。これは100度ぐらいいきましょうか。おう、久々に見たな、会心の一撃。とりあえず目指しましょう。あー、久々に見た黒石像。
あーどうしよう。行きましょうか。あー仕留めきれんかったよ窓ハンド。装備じゃないよ。はい。ああ一番いいパターンですね。回復してからやっつけるとね。ここ行きましょうか。ああ攻撃してきた。バシルーガあれトラマナ、あーあったあったちょっとめんどくさかったですけどね。あーこっちの、いやこうですね。はい、ブレスが嫌ですよね。とりあえずあーそうですね、この辺ドラゴン何持ってたっけ。大地の鎧でしたっけね。いや大地の鎧あるか。あー2体も残した。なかなか珍しいですね、ドラゴンの状態。2回連続ってね。あークマージね、
サボリクかや。痛め。はい、ああ食らっちゃった。ではレッツゴー。ああここか。ここね、あんまり好きじゃないんですよね。よいしょ。こうか。で、いや、こうだね。はい。こういきましょうか。はい。あんまりヒットポイントないね、今のマントコアさんはね。サラマンダさんは1体で1500が結構大きい。ああ、ドラゴンゾンビさんね。逆にドラゴンゾンビの方が少ないんですね、経験値が。3体で2400、800強か。これだと、単純計算して3000ですよね。1体1500ですから。うわー、100近くのプレスって嫌やな。あー、さっきペソ上がっちゃいましたね。はい、最大ヒットポイント17、マジックパワー1、12の13の19。あ、フランさんも一緒に上がった。はい、おお、最大マジックパワー12。あ、素早さカンストですね。6の10の16かね。255でカンストですね。まあそこそこの、じゃあ最新部までちょっと行ったところでね、終わらせてまた戻りたいと思います。わー、こっちか、行こうか。ドロップも全然ないね。まあでも経験値的にはこっちの方がいいんかな、メタルさん買ってるよりはね。平均経験値としてね。
1500、だいたい2000から3000っていうところですよね。あー、誰から行こう。バルロクさんから行きましょうか。あー、仕込みきれんかった。ここはそうですね、宝箱も取ってるはずなんで。あー、サラマンダー3体か。はい、マフィアを取りましょう。3回ね、ちょっと100のブレス3回くらったらまずいので。おい、ターン終了、4500。はい、で、この下がね、本拠になりますんで、いきません。あ、でもまだね、余裕があるから、ちょっと帰り道も変えましょうか。あー、ベルを使うんだね。ルーブルさんがね、なかなか上がってくれないね。魔法はもうちょいなんですけどね。これなんだ、あとネガンテと、こっちはまだね、イオナズも覚えてないんか。あー、そっか、ザオリークとメガンテやね。最大ヒットポイントが10、マジックパワーが4上がって、10しか上がんなかったね。しかも魔法覚えてないし。ではですね、ちょっとここで一旦終了したいと思います。もうちょっとね、レベル上げさせてくださいね。お願いしたいと思います。それでは、さよなら。